PR アイドル、せーの、ヤナギヒコです。よろしくお願いします。本日は第54回目イレブンステージにお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。1曲目にお聴きいただいた曲は私たちのサードオリジナル曲イレブンカラーレインボーでした。それでは1人ずつ自己紹介をさせていただきます。まずはゆうちゃん。はい、ガンギーコ1のミニミニアイドルって言ったらゆうゆう。はい、中学校1年生12歳のゆうゆうです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さん一緒に大きな声でお願いします。せーの、何でもかんでもパクパク食べちゃう。みんなの悲しいこともパクッと食べて幸せにしちゃいます。みぽにょことみほです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ガンギッコのワイルドキャラといえばリッコ。はい、ただいま絶賛キャラ迷走中の高校2年生16歳のリリカです。よろしくお願いします。リリカ。赤い花、黄色い花、笑顔の花。今日も笑顔全開、中学生パワーで頑張ります。中学校1年生花です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、アイスとお酒が大好きな、いつでも夢見る女の子、みんなのアイドルを目指してます。ガニコサブリーゼのあいみことあいみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん行きますよ。ブナーウラールーマニアと日本のハーフ、高校3年生ガンギッコリーダーユリネーコトリーナです。よろしくお願いします。ユリネー、ありがとうございます。今週ゴールデンウィークが終わって学校とか仕事とか始まったけど、皆さんゴールデンウィークどんな感じで過ごしてた？ん？リリカは？はい、まず今年のゴールデンウィークは HIF さんや富山でピコピコレボリューションさんの定期公演に参加させていただいたり、あと火曜日のイレブンステージが、火曜日にもイレブンステージがあって、すごいガンギッコ充していましたね。はい、でなんとみぽにょちゃんとまたお泊まりしたんですよ。はい、これで何回目だろうねって、通算何回目かもう分かんなくなっちゃったんですけど一緒にお泊まりをして今話題のアナと雪の女王を一緒に見に行きました。はい、とても楽しいゴールデンウィークでしたね。はい、ちなみにあいみどうだったんですか？私ですか？はい、皆さんゴールデンウィークって GW って訳すじゃないですか。なんていう意味か分かりますか？イエーイ。その名の通りガンギッコウィークの頭文字なんですけども、そうそうですよ、ガンギッコウィーク、はい、名前の通りほぼ毎日メンバーと会ってますよね。レッスンあったり、ね、ステージあったり、皆さんともお会いする日がたくさんあってとても嬉しかったです。すごく充実したゴールデンウィークを過ごすことができました。ありがとうございます。はい、ゴールデンウィークは、HIF さんに出演させていただいて金沢まで遠征しに行ったり、ピコピコレボリューションさんの定期公演のゲストとして出演させていただいて、富山にも遠征に行ってきたし、さっきリリカも言ってたけど火曜日にイレブンステージをやらせていただいたり、盛りだくさんな1週間だったね。なんかなんだろう、盛りだくさんだったね盛りだくさんでしたね。はい、またこうやって皆さんの前でステージできるのも、スタッフさんや皆さん、商店街のおかげなので、これからも頑張っていくので皆さん応援よろしくお願いいたします。それでは次の曲に参ります。次は4曲連続お聴きいただきます。それではお聴きください。はい、というわけで4曲聴いていただきました。はい、1曲目に聴いていただいたのが All Right Heart Catch Pretty Cure
2曲目に聴いていただいたのは坂本冬美さんで夜桜お七、3曲目に聴いていただいたのは AAA さんでクライマックスジャンプ、4曲目に聴いていただいたのはドリームファイブさんで僕らの夏でした。はい、というわけで5月の11日、今日は何の日か分かりますか？何の日だ。はい、ちょっとちらっと聞こえましたが、今日は母の日です。イエイ。と、ここで母の日についてのエピソードをちらっとお話ししたいと思います。はい、じゃあ、りりかちゃん、母の日どんなことしたことある？はい、なんか最近、ここ数年はなんか全然特に何もやってないんですけど小学生の頃は母の日にカレーを作ってましたね。おー、はい、カレーいいね。いいね。なんかチーズとかでトッピングしていつもより豪華っていうか、かわいい特別感がある感じ、にしたりしました。ほうほうほう。みぽにょちゃんは？私はですね、小学生の頃はお母さんに缶コーヒーをプレゼントしてました。かわいい。なんかコーヒーが好きだったから、なんか、缶コーヒーっていう考えしかなくてずっと缶コーヒーをあげてて、中学に上がってから毎年コップをプレゼントするようになりました。はい、で毎年コップなんですけど、見事に毎年お母さんが割るんですよ。えだからこううまいことこうね、新しいコップだよ的な感じで毎年あげてます。はい、じゃああゆみんは？私毎年あげてるのはあれですよ、母の日といえば真っ赤なガーナですよ。おーいやでもね、そう本当にガーナをあげてるんですけど、はい、それと今年はもうあげちゃった、もう4月末に買ってきたんですけど、私だともう隠しておくのが嫌でっていうか、ちょっとなんかもうドキドキしちゃって、もう早くあげたいと思ってお母さんにもう母の日の前だけど、まだ4月だけどあげるねって言ってエプロンを2枚買ってあげました。おー、なんか大人って感じしますね。でしょ。エプロンをあげるところが、缶コーヒーと違った自分でこうね、リリカさんみたいに作ってあげるんじゃなくて、またね、美味しいお料理お願いねって。あゆみん作れよ。そこね、そこなんだけど、またね、いつもありがとう、またお願いねってエプロンをね、2枚あげました。おー、はい、そうなんですよ。皆さんね、ちなみにどんな母の日のプレゼントをご用意してらっしゃるんでしょうか？あ、別に特に言われてない。でもやっぱりお母さんの立場としては何もらっても嬉しいんです。誰って感じ。ちょっとね、お母さんがよく言うから、ちょっと今お母さん風に言ってみた。なるほど、そんな感じするわ。似てるからね。似てるから。じゃあね、せっかくの母の日なんで、そうですね、皆さん何でもいいんですよ、感謝の心があれば。はい、はい、手紙とかでも。え、手紙とかでも。そうだね、手紙一番泣いちゃうんじゃない、お母さん。いや、あ、いや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 、とかまあね、そうだね、はい、気持ちがこもってればね、はいはい、何でもいいんだと思います。皆さんもぜひガーナでもいいんですよ、きっと。はい、まあ、ただガーナでもいいんですよ、はい、カーネーション一つでもいいんで、皆さんもぜひねプレゼントしてあげてみたらどうでしょうか。はいはい、はい、ということで早速次の曲に入ります。はい、次は2曲連続をお聴きいただきます。それではお聴きください。
48さんの10年桜と私たちのファーストオリジナルシングル手をつないで高田本町商店街オフィシャル応援ソング2曲続けてお聴きいただきました。はい、はい、さて先ほど、リリミホと私なんだっけ母の日、そうです、はい、母の日のことについてお話ししたんですけど、はい、あとみんなどう？なんか、あ、なんか別のことしてる感じ？私は毎年、え、そんなんでビビるん？ごめんなさい、私は毎年、いろんな種類の花をあげていて、うん、で、いつもお部屋に飾ってあるんですよ。おお優しい。ちなみに、あ、言わない方がいいのかな？今年何あげるとか。ちょっと、あ、また内緒にしてない内緒の方がいい。そうか、そうだね。内緒。去年何あげたの？去年は、うん、なんかブーケみたいなのに入ってる、なんかカーネーションとかがある、うん、鉢？あ、なんかたくさん詰め合わせみたいな。そう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 。あ、わかる。お父さんと一緒に買ってる。あー、いいね。いい家族だ。はい。はなちゃん、どう？はい、はい、私は頃はお手紙とか書いてたんですけど、最近はそうですね、なんかキーホルダーとかそういうのを買ってあげてました。あげてます。あげてます。ちょっと一瞬過去形になっちゃった。今年もあげるよね。私はお部屋の掃除とかしようかなと思って。いいですね。なるほどね。感謝の気持ちをね。いいですね。ちなみに私は。ちょっと毎年一応プレゼントを渡してるんですけれども、去年はね、全身の服、あ、パンツとシャツをプレゼントしました。あと手紙も。うん、で、そう、ありがとう。ちなみに今年も買ってあるんですけど、まだ内緒です。そこにいるんで。あ、はい、そこに。はい、お手紙も用意してる。はい。なるほどね。そんなメンバーのお母さんなんですけど、はい、お母さんなんですけどとか言って私メンバー内のうちお母さんやってるつもりなんですけど、はいはい、私には何もないのかな。次告知に入りたいと思います。はいはい、はい、次の週の5月12日に18日にある11ステージと5月25日の日曜日の11ステージは1時半から通常の全員集合でお送りしたいと思います。そして6月1日の11ステージなんですが、1時半からですが、メンバーがまだ調整中なので、公式のブログやメンバー内のツイッターでご確認ください。はい、はい、じゃあ次の曲に入りたいと思います。寂しいですが、次の曲が最後の曲になります。ありがとうございます。富山のご当地アイドル BN ロイスさんでハッピータイム。
ございました。ありがとうございました。はい、これで私たち雁木っ子のステージは終了になります。この後も本当商店街で、のんびりとした雰囲気で楽しんでいってください。以上、高田本町商店街 PR アイドル、せーの、ガンギットでした。ありがとうございました。お聴きいただきます。それでは聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、初音ミクさんの千本桜、桃色クローバー Z さんの、ビリーブをお聴きいただきました。今日も晴れました。はい、最近雨女の実力を発揮できてないんですけども、毎回ね、このお天気のいいところでステージをさせていただけて本当に楽しくて、ちょっといろいろ飛んじゃうんですけど飛ばないようにね、私たちも楽しんでステージできたんですけれども、美穂さんいかがでしたでしょうか。はい、今日は本当に晴天という晴天で、はい、すっごいなんか湿度が好きな湿度だったんですよで、朝目覚めた瞬間からこれはいけるぞと思って、すごいハイテンションで挑んで、やっぱりすごいステージに立ってたくさんの笑顔を見れたし、ソロも頑張れたし、本当に本当に今日も楽しいステージでした。たくさんの笑顔を見せてくれてありがとうございました。ありがとうございます。はい、花ちゃん初センター曲でしたね。十年桜、はい、花ちゃんセンターですが、いかがですか。そうですね、はい、今日3回目の披露だったんですけど、はい、すごいなんか皆さん一緒に盛り上がれて、十年桜にはの歌詞の中には桜という言葉が入っていて、宝にぴったりな桜っていう言葉だなと思って、すごい大好きな曲で、今回カバーができてすごく嬉しかったし楽しかったです。今日はありがとうございました。はい、美穂さんも言ってましたが、皆さん の笑顔が見れることがね、私たちステージやっていくことで一番の嬉しさでね、はい、皆さんへの恩返しになるんではないかと思っているので、そんな笑顔を増やせるように私たちもこれから頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このステージの後にも高田本町商店街でご飯食べたりお買い物をしたりして、こののんびりとした雰囲気に癒されて帰ってください。今日は母の日なので、本町商店街のお花屋さんでお母さんにカーネーションを買って帰ってください。はい、ステージ終了後にも物販をさせていただきます。グッズを購入された方には私たちがサインを書かせていただきますので、たくさんの方に会いに来てくれると嬉しいです。会いに来てもらえると嬉しいです。はい、以上でステージを終了になります。以上、高田本町商店街 PR アイドル、せーの、ガンギットでした。ありがとうございました。